腹が空いたらモンスター、こんにちは、ロシアン佐藤です。今日は出張デカ盛りグルメの回です。今日はですね、共通の友人からご紹介いただいたこちらの YouTuber さんとのコラボ動画になります。お願いします。どうもどうも、ワッキーです。ワッキー TV のワッキーさんです、はい、よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。なんか共通の知人がいまして、そうなんですよね、はい、突然にその子がじゃあ今からワッキーさんに電話するからコラボしちゃいなよみたいな感じでパーって電話かけてきて、ね、しかも結構夜遅い時間に、はい、もしかしたら偽物かなと思って電話聞いたら本物ですかって言っちゃってすみません今日は嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今日のお店をちょっとご説明いただきたいんですけど、はい、そうですね、ここはあのステーキたけるさんといって、はい、あの本店大阪にあるんですけど、秋葉原とこの上野店が東京に店舗、はいはい、1キロコンボとか、結構やっぱりこうロシアンさん向けの食べたい1キロ、はい、お肉ドカーンみたいなやったー、はい、ということで、はい、今日はワッキーさんと一緒にステーキたけるさんでモンスターしてきます。見てね、行ってきます。はい、店内結構あのメニューはもう、はいはい、多彩で、はいはい、ワンポンドなのに1000円とか、ね、これめっちゃ安いですよねこれはかなり見て1ポンドで1000円だって、はい、お肉すごいいろいろ食べてみたい気持ちになるんですけど、はい、なんかそういうおすすめのセットみたいのありますか。そうですね、あ、これです。おお、1キロコンボ、これか、大食いさん向けですね。そうですね。あ、え、何ですか、はい、替え肉って。あ、替え肉っていうのがあの要はラーメン屋さんとかであの替え玉ってあるじゃないですか、はいはいはい、あれの肉って考えてください。ちなみにワッキーさんは何を食べるんですか。僕あの2月限定のこのポークタンシチューを。お、ワッキーさんはこちら、はい、ポークタンシチューだそうです、はい、じゃあ私はこの1キロコンビのせっかくなのでリブロースでいきたいと思います。脂身系で、脂身系で。うわー、きれー、やばいやばい、電源が。はい、失礼いたします、お待たせいたしました。うわー、きれー、やばい。うわー、すごい、じゃん、うわ、すげー、来ました。画面のインパクトよ、すごい、やばいっすね。めちゃくちゃうまそう、見た目がすごい。ででん、お肉だ。じゃあお先にいただいちゃってよろしいですか。はい、いただきます。ちょっとでもステーキからいきたいですね。うわ、超柔らかい。なんだこれ、歯の当たりが違う。いや、うまいですよ。飲めそう、飲めそう。いただきます。うまそう。うん、なにこれ、やらかっ。うまいですよね。おいしい。しかもなんか思ったよりこう油がきつこくないですね。はい、あ、本当ですか。うん、ミディアムレアがちょうどいい、本当。まずは肉のまんまの味をみたいな。はい、バターと肉。すいません、ありがとうございます。ミディアムレアです。ちょっともうこのワンプレート何もつけなくてもいいかなぐらいの気持ち。あ、付け合わせがあった、隠れてて、まあ、一応あの見えなかった。そうですね、ポテト。やった、ありがとうございます。これ
で肉を乗せてもらって、その上にまたこれをサンドして食べるね。あ、なるほど。たまねすごい玉ねぎ、はい、やっぱ先生がうまいっすよ。いい顔してるな。うまい。これ食べたい。これ食べる、このまま食べれる。味変がかなり多彩なんで。そうですね、なんかニンニクもありますし、いろいろ。まだご飯一口も食べてないですよ。ご飯めちゃくちゃ節約してちょっとすごいよ。一瞬でなくなりましたよ。ハンバーグに、ハンバーグもすごい量乗ってる。わっ、おいしそう。うん、うん、ハンバーグ美味しい。ハンバーグ美味しいですか。今いろんな情報がこういっぺんに。いやー美味しそう。ポークタンシチュー。美味しそう。ワッキーさんの断面です。ワッキーさんの断面、僕の断面、ワッキーさんの断面じゃないや。うん、柔らかそう。あ、これはまあちょっとね、これはもうロシアンさん食べてもらいたい。やったー。うわー、プルプルしてる、プルプルしてる。おいしそう。いやー、ドカーンですね。ちょっとこのソースを。あー、やった。すんません、チーズだけのパスタ。これかなりいただいたよ。すごいでかい。いただきます。うん、すごい柔らかい。めっちゃ柔らかいですね。パスタも。うまい。カロリーの味しかしない。カロリーの味しかしない。おいしい。まあ確かに、胃袋あるとそれができるからいいですよね。ふわふわなんですけど、結構お肉の味しっかりで、うん、表面がちょっとカリッとしてるんです。に焼かれて、うん、それがまたカリッ、いいですね、カリッとがおいしい。うん、カリふわ、うん、食べました。ロシアンさんは1キロ一瞬で食べましたよ、うん、お肉もだし、油も結構さっぱりめの油で、すごい食べやすいです。ほんと、もう一回1キロに。いいんじゃないですか。ハラミで次行ってみます。ハラミコンビで、はい。驚いたのがほとんど水分取ってないっていうのは。あ、そうですね。肉汁がドリンクでございます。肉汁がドリンクでございます。そうだ、これとこれは、この2つはもう、はい、あのつけちゃうとちょっともう部活動帰りぐらいの海苔になっちゃいますね。あ、なるほどなるほど。米まだか。米を欲してしまうやつなんです。はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。いやすごい。ビジュアルはすごい被ってる。同じようなビジュアルをしております。熱そう。熱い感じです。ん？ハラミうまいですよね。何これ。めっちゃ柔らかい。そうなんですよ。めっちゃ柔らかい、本当に。
よかった。すごい。ちょっとでもなんかかけようかな、せっかくだから。うんね。ご飯ですよね。ですよね。いやこうなっちゃいますか絶対に。ご飯だ。これはダメだ。ダメだこれ。もうやらずにおれんくなるじゃないですかこれ。このタレなんかもうやばいですよ、もう本当に。こちらのタレを、はい、下と上でダブル。あこれをお肉をご飯にのせて、はい、このタレを上からビャってかけてステーキ丼したら、ちょっとまあいいですね、炊き込み系で。はい。ほら、だっていっぱい食えよって、いっぱい食えよって言ってくれてる。大で。ありがとうございます。ありがとうございます。意外とこれとこの組み合わせも美味しいですね。あ、もうまたそんなことを お願いします。セガム。ちょっと、いいですか。ありがとうございます。わーお、わーお。合わせて食べる。なんでご飯が、あ、やべえ、ありがとうございます。いいタイミングだ。バッチタイミングですね。うん、うわ、今回はこちら、温め用の、あ、こちらで、わお、はい、結構熱いんで、お気を。すごい、チンチンの鉄板をいただけます。うわ、うわ、ああ。あ、うまそう。うん。うん、これ。貝肉を頼んどこうかなと思いまして。すみません。はい。貝肉で、超粗挽きハンバーグを 300g と、はい。1個が150じゃなくて2個。あ、2個。はい。すげえ。じゃあ、あと馬肉ステーキを 200g と、はい、超トンテキ 200g と、馬肉ステーキは 200g、はい、サーロインを 200g、 サーロイン 200g、 はい、お願いします。粗挽きハンバーグが 300g の2つと、貝肉の馬肉ステーキ 200g、はい、トンテキ 200g、はい、サーロインステーキ 200g、はい、大丈夫です。ありがとうございます。止まらないお肉愛が。ラスト。すごい。2つ目完食です。はい、まずこれで、はい、サーロインと馬肉ステーキです。おお、レアレア、おいしそうなピンクです。でもまずそのままいって、うん、おいしいです。もうお待たせいたしました、はい、トンテキ、はい、じゃーん、これはトンテキ。じゃあ、そのまま、はい、貝肉の粗挽き、粗挽きのハンバーグです。うわ、いい音。うわ、うわ、肉汁。
わー、ちょっともったいないですね、こうやってこうしておきましょう切れ目から出ちゃうさっきとどう違う、これがやばいっす。完食。すごい。あ、柔らかい。美味しいですこれ。あ、本当ですか。あ、いいです。食べてください。すいません。すみません、いただきます、すみません。サクサクしてます、脂身が。トンテキは、トンテキで食べたことないんで。すごい柔らかいです。あ、あ、なんか、サクサクって。うん。これなんかビール飲みたくなっちゃいますね、これ。あー、わかります。わかります。ビール。最後のお肉です。あー、これはもうね、お肉も喜んでますよ。本当にこんな美味しそうに。お肉堪能しました。じゃあカレーいっちゃっていいですか。カレーが来ました。牛すじブラックカレーでございます。牛すじブラックカレー。半端じゃないっす。あ、いい匂いです。ワッキーさんが最後の晩餐に食べたいカレーです。うわ。ほんと黒してますね。そうですね。香りはスパイシーな。はい、いやどうだ。なんか見た目と違う。どうすか。美味しい。うまいですよね。美味しいです。なんか、なんだろう、こう結構スパイシーにガッて振ってんのかなと思ったんですけど、一発目の甘さがすごいですね。素材の甘さがブワーきた後から、奥から辛いのがこうグーってくるみたいな、はい。しっかりスパイス効いてて。ですね。はい、最後、もうほぼご飯いただきます。そんな、はい、完食しました。せーの、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。初めましてなのに、はい、結構たくさんお話ししていただいて、はい、ありがとうございます。楽しかったです。ワッキーさん結構お店結構、ね、はい、外でご飯食べる動画たくさんやってらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、またなんか連れてってください。こちらこそぜひぜひまたよろしくお願いします、はい、ということで今日はですね、初コラボのワッキーさんと一緒にステーキたけるさんやってまいりました、はい、お肉がめちゃくちゃ美味しいです本当。あとリーズナブルのメニューとかも1000円ぐらいでお腹いっぱいなメニューとかもあるので、ぜひお肉好きの皆さん来てみてください。お店は上野と、そうですね、上野と秋葉原ですか、東京は、ね、はい、にあります、はい、概要欄に URL 載けときますので、はいはい、行ってみたい方は見てみてください。それではお腹が空いたらモンスター、ありがとうございます。今日もここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。